ここのオアシスに来るのも久しぶりだな。最初に来た時って確か歩きで砂漠越えしたんだよね。ですよね。あの頃はまだアルビオールを手に入れてませんでしたからね。あん時は本当に辛かった。ミュウもあの時は暑さでヘトヘトだったですの。なんだお前、寒い方が苦手じゃなかったのか。お日様ポッカポカは好きですの。でも砂漠はお日様ギラギラですの。わがままなやつだな。ルークにだけは言われたくないですね。でもヘトヘトのミュウも可愛かったわ。あ、なんか言ったかティア。いえ別に。そういやさガイ、なんださっきからずっと考えてたんだけど、なんでペールがお前の剣技のことで助言なんてできるんだ。ああ、そういやルークは知らなかったな。ペールは俺の剣の師匠なんだよ。みんな大げさだな。いや、そこは驚くでしょ普通。そうですわ、ペールはファブレ家の庭師として雇われていたのでしょう。今はな。けど、もともとペールはガルディオス家に仕える騎士の出で、剣の腕は一流なんだ。だから驚きすぎだって。驚くっつうの。普通は物腰、態度、ふとした動作からでもそれが剣術による癖だと分かってしまうものなのだけれど、しかし彼からはそんなものは微塵も感じられなかった。庭師という仮の姿を完璧に演じきっていたのでしょうね。並大抵のことではありませんわ。そうなのか。知らなかった、ペールがそんなすげえやつだったなんて。ところでガイ、そのギーさんという方はどちらに。ペールにもらった地図だと確かこの辺りのテントのはずなんだが。あ、ひょっとしてあそこじゃない。ああ、あれだあれだ。アニスよくわかったな。だってちゃんと名前出てるじゃん。え、あ、本当だ。ガイらしくありませんね。とにかく訪ねてみましょう。ごめんください。ぬい、何か。こちらにギーさんという方がいらっしゃると伺ってきたんですが。私がギーだが。ああ、よかった。俺はガイ、バチカルのペールの紹介で参りました。おお、あなた様が。そうでしたか。ご無事で何よりでございました、ガイラルティア様。え、じゃあ俺のことは。はい、司祭はこのギーペールから聞いて承知しております。それでは早速我が剣の奥義をガイラルディア様に授けて差し上げましょう。奥義。そうか、俺の剣に役立つことってのは奥義のことだったのか。さようでございます。ただし技の伝授は一対一で行います。申し訳ございませんが、お連れの皆様は席を外していただけますか。ああ、それは別にいいけど。悪いなルーク、少しだけ待っててくれよ。分かったよ、すまない。では我々はオアシスで一息つきましょうか。あ、それ賛成。もう喉カラカラ。じゃあガイ、終わったら声をかけて。あ、そうするよ。砂漠で冷たい水って最高。本当に体中に染み込むようですわ。ミュウも生き返ったですの。お前水なんか飲んでよく火とか吹けるよな。それとこれとは関係ないですの。ん、油とか飲んだら爆発するんじゃねえの。やめてる。おお、なんだ急に。その想像しちゃったじゃない。ねえねえ大佐。何ですかアニス。大佐は武術の他に槍の使い手でもあるわけでしょ。ああ、そういうことになりますね。ってことはさ、やっぱガイみたいに奥義の伝授とかあったんですか。あら、それは私も興味ありますわ。そうね、大佐は槍の腕も一流だから。そんな大したものではありませんよ。武術も槍も全くの独学です。そうなの。
そうですよ。でも戦いの時は天雷槍とか新人槍とかちゃんとした技を使ってるんじゃ。あんなもんはその場の雰囲気で適当に言ってるだけです。適当って嘘だろ。おい、嘘ですけどね。信じて俺がバカだった。おーい、ガイ。いや悪かったな、待たせちまって。つーか、やけに早かったじゃないか。もう終わったのか。まあ終わったような、終わってないような。ああ、どういう意味だ。なんていうか、要するにあのギーから伝授されたのは奥義のごく一部だったんだよ。最終的に奥義を完成させるにはあとまだ何人かの伝承者に会わないといけないんだ。なんだよそれ。悪い、そういう決まりなんだ。それで次に会う人はどこにいるの。ギーの話だと歴史を歌う石碑で待ってるって言ってたけど。あれ、どこの町とか教えてくれないんだ。これも決まりでね、いろいろと秘密にしなきゃいけない権威なんだ。歴史を歌う石碑というとやはりダートの石碑のことでしょうか。でしょうね。行きましょう、ガイ。いいのかよ、みんな付き合わせて。なーに、ここまで来たんだから最後まで付き合ってやるさ。そうと決まれば早速次の目的地ダートへ、レッツラーゴーですの。ようやく着きましたわね。ルーク、セントビナーに着いたわよ。起きなさいルーク。びっくりさせるなよティア。何言ってるのよ、最後までガイに付き合ってあげるんじゃなかったの。それはそうだけど。でもちょっとはルークの気持ちもわかるよ。さすがのアニスちゃんも眠くて。そうですわね。ザオ砂漠に始まり、ダート、カイツール、ベルケンド、グランコクマ、ケテルブルク、そしてこのセントビナー。もう7カ所目ですの。しかも休まずにずっと飛び回りっぱなしです。ガイとてそろそろ体力的に厳しくなってきたのではありませんか。ああ、けどどうしてもペールがファブレ家を去る前にいい報告がしたいんだ。残るはあと2人、みんなが辛ければここは俺一人で行ってくるが。あと2人か。よし、最後の一踏ん張りと行くか。7人目の伝承者の居場所は古木の木陰でしたわね。ああそれだ、古い木といえばやっぱセントビナーで合ってるよな。だと思うけど。それにしてもガイ、なぜこのような回りくどいやり方で奥義を伝えているのですか。そうだよ、どいつもこいつも居場所はみんな暗号だしさ。大体声の剣技はアルバート流だろ。だったらこんな奥義に頼らなくたってファン先生の残した奥義書があるじゃねえか。いや、俺の剣はアルバート流の本流じゃないんだ。あ、そうなのか。ああ、俺の習った剣はシグムント流といって、アルバート流の開祖から剣を習ったシグムントがユリアを守るために改良を重ねた剣術だ。けどそれと奥義の伝承が面倒くさいのと何の関係があるんだよ。だからな、ルーク、要するに俺のシグムント流はアルバート流の弱点を知り尽くした上での流派ということなんだよ。つまりアルバート流剣技の弱点を世に知らしめないためにあえて秘密の口伝形態として受け継がれてきたと。そういうことだ。それにシグムント流の使い手はガルディオス家とそれに連なる者しかいない。俺たちの存在が知られればキムラスカ王室やファブレ公爵がどう動くかわからなかったからな。確かに以前の情勢ならばお父様もお許しにはならなかったでしょうね。そんな中で秘密の修行を積んできたわけか。ガイもペールもすげえ奴らだったんだな。あんまり持ち上げるなって。これはガイラルディア様。ジンじゃないか。覚えておいででしたか。光栄でございます。そうか、ジンはセントビナーにいたんだな。ガイ、この人は。ああ、ペールの部下のジンって言ってな、
俺が歩道島から逃げた後、まだ小さかった俺の世話をしてくれた人だよ。お久しゅうございます、ガイラルディア様。ところで今日ここへいらっしゃったのはひょっとして。うん、シグムント流の奥義を受け継ぐためだ。やはりそうでございましたか。いつかこのような日が来るのではと思っておりました。嬉しゅうございます。この陣、全身全霊をもって第七の九伝、ガイラルディア様にお伝えいたしましょう。よろしく頼む。というわけで、ガイが奥義を伝授されてる間、私たちはまたこうやってぼーっと待たないといけないわけか。あと少しじゃない、ゆっくり待ちましょう。うん、大佐、なんか面白い話してくださいよ。そうですね。では前に話したシュレイの丘の話の続きでも。ああ、あの話はもういいっつーの。あら、私は大変興味深く聞かせていただきましたわよ。やめてよナタリア、あんな怪談話二度と聞きたくないわ。ミュウ、ミュウはそのお話知らないですの。やめとけって、あまりの怖さにティアなんて気絶しちまったんだぜ。ちょっとルーク、今そんなこと言わなくてもいいでしょ。だって本当の話だもんね。ミュウも聞きたいですの。私もずっと続きが気になっていましたの。ほら、もっと明るい話をしましょうよ。ね？あ、明るい話な。ルークが剣術を習い始めたきっかけとか。それ明るい話か？怪談話でなければこの際何でもいいわ。なんか無理やり臭いけど。まあ、いっか。俺が剣術を始めたのは、やっぱ、ガイの影響かな。お、バンではなくてですか？先生はあくまで先生さ。物心ついた時から、俺のそばにはいつもガイがいてくれたからな。あいつがいなければ俺は言葉を話すことも歩くことすらできなかった。ルークは本当にガイのことを信頼してるのね。親友っていうか、もうほとんどお母さんって感じだよね。あ？なんでそうなるんだよ。おい、ルーク。おや、噂をすればなんとかですね。何の話だ。ルークのお母さんの話。シュザンヌ様がどうかしたのか？ああ、ほっとけほっとけ。それより奥義の方はうまくいったのか？ああ、それはバッチリさ。これで次はいよいよ最後ですわね。最後の人の居場所のヒントはもらったの？ああ、シグムント流奥義、最後の口伝者は俺の最も近き場所にいるそうだ。ガイの最も近き場所？それってもしかして。みんな、バチカルへ戻ろう。